ドジャースは3年連続で地区優勝し、過去12年間で11回の地区優勝を達成している。エンゼルスでの6年間で一度もプレイオフに参加したことのない大谷にとって、ドジャースに加入した初年度での地区優勝は記念すべきマイルストーンだ。しかし、彼にとって、これは単なるステップに過ぎず、大谷の最大の目標は、ワールドシリーズ優勝を果たし、チームを世界一にすることだ。162試合の厳しいレギュラーシーズンを経て、 ポストシーズンは、この目標に向けた本当の決戦となる。しかし、2013年以降、ドジャースは、過去12年間連続で、プレイオフに進出し、11回地区優勝を果たしているものの、世界一の座を勝ち取ったのは、たった一度だけである。それは2020年、新型コロナウイルスのパンデミックで、シーズンが短縮され、試合数が60試合に減った年のことだ。1988年以来、ドジャースは、フルシーズンでの優勝を一度も達成していない。 特に最近、ドジャースは、レギュラーシーズンで100勝以上を達成したが、ポストシーズンに入ると、あっさりと敗退してしまうことが多い。2022年、ドジャースは、地区シリーズで、パドレスに1勝3敗で敗れた。パドレスは、地区で2位だったにもかかわらずだ。昨年も、地区シリーズで、ダイヤモンドバックスに0勝3敗で敗れた。実際、ドジャースだけがこの問題に直面しているわけではない。 MLB が1969年にチーム数を拡大し、両リーグを東西に分けて以来、レギュラーシーズンで最高勝率を記録したチームが世界一となったのは25シーズン中8回だけである。1995年に MLB が各リーグを3地区、東、中、西に分け、地区優勝チーム以外に最高勝率のチームにワイルドカードを追加して以来、29年間でレギュラーシーズン首位のチームが世界一となったのは7回だけである。 レギュラーシーズン最高勝率のチームが優勝した最後の例は2018年のボストン・レッドソックスだ。昨年、ブレーブスは104勝で最多勝を収めたが、オリオールズやドジャースと共に100勝以上したチームがすべて地区シリーズで敗退した。代わりに、ワールドシリーズはレンジャーズとダイヤモンドバックスの対戦となり、両チームともワイルドカードで進出したため、現在のポストシーズンの形式に多くの議論が生じた。批判に対してロブ・マンフレッドコミッショナーは この形式は導入されて、まだ2年であり、多くの上位シードチームが敗退したのは、様々な理由が考えられ、シリーズ前の5日間の休養だけが原因ではないと反論した。デイブ・ロバース監督も、見方は2つある。激しい競争の中で、選手やチームは全力を尽くすと述べた。しかし、これによって、重要な選手が休息を取ったり、体力を温存する機会が減ることもある。 MLB のポストシーズンは、レギュラーシーズンで首位に立つチームでさえ、多くの試練が待ち受ける長い道のりだ。世界一になるためには、地区シリーズ5試合、チャンピオンシップシリーズ7試合、そして最終的にワールドシリーズ7試合で勝利し、最大19試合中、11勝を収める必要がある。では、大谷は自身の最大の目標を達成し、ドジャースを世界一に導くことができるのか MLB ポストシーズンの緊迫した戦いが始まる中、すべての注目が彼に集まっている。ドジャースにとって、地区優勝はもはや当たり前のこととなっているが、最終目標であるワールドシリーズはまだ遠い。ドジャースが世界一に輝いたのは、短縮シーズンの2020年のみであり、それはフルシーズンではなかった。レギュラーシーズンで驚異的な成績を収めながら、ポストシーズンでたびたび敗退するドジャースには、大谷とチームに大きなプレッシャーがかかっている。 初めてポストシーズンに参加する大谷は、チームだけでなく、世界中のファンからも、多くの期待を背負っている。レギュラーシーズンでの成績、54本類打、130打点、59盗塁を含む、これらの実績により、大谷は、現役最高の選手の一人であることを証明した。しかし、自分の夢を実現するためには、ポストシーズンで、さらに大きな試練を乗り越えなければならない。最近、アメリカのメディアは、デーブ・ロバーズ監督の次の地区シリーズに向けた、 準備計画についても報じた。10月6日からドジャースは地区シリーズを開始し、現在チームは対戦相手の決定に向けて準備を進めている。地元テレビ局スポーツネット LA によるとアナウンサーのデビット・バセイ氏はドジャースの選手たちが来週火曜日と水曜日に行われるワイルドカードの試合を観戦する計画を立てたと共有した。具体的にはロバース監督はマックス・マンシー、ミゲル・ロハス、ウィル・スミスらがこの提案を自発的に行ったと述べた。 チーム全員が参加するかどうかは不明だが、大谷も参加する可能性が高い。ナショナルリーグのワイルドカード争いでは、アトランタ・ブレーブス、ニューヨーク・メッツ、アリゾナ・ダイヤモンドバックスの3チームが、最後の2枠をめぐって、激しく競り合っている。メッツとブレーブスは、現在、88勝72敗で並んでおり、一方、ダイヤモンドバックスは、89勝73敗で、シーズンを終えた。日本時間10月1日に、メッツとブレーブスは、ダブルヘッダー。 同日に連続して2試合を行い、これら2試合の結果が3チームの運命を決定することになる。メッツとブレイブスの両チームはワイルドカード進出に必要なマジックナンバーが1つで1勝すれば進出が決まる状況にある。両チームが1勝1敗の場合、ブレイブスとメッツが共にワイルドカードに進出することになる。ブレイブスが2連勝した場合、 ブレーブスとダイヤモンドバックスがワイルドカードに進出する。ベッツが2連勝した場合、ベッツとダイヤモンドバックスがワイルドカードに進出する。現状では、ドジャースとロバーツ監督は、地区シリーズへの準備を万全にすることを望んでおり、ワイルドカードでの潜在的な対戦相手を観察することが重要なステップとみなされている。これは、大谷がエンゼルスでの6年間で、プレイオフに進出できなかった後、初めてポストシーズンに参加する機会となる。 そのため、ドジャースに加入した初年度で、地区優勝を果たしたことは、記念すべきマイルストーンとなった。大谷は、プレイオフに参加できる喜びと安堵を表し、チームは変わりましたが、これは私がアメリカに来てから、ずっと抱いてきた夢ですと語った。プレイオフ進出を果たすことは、本当に重要で、私は全力を尽くして、前に進み続けます。ドジャースの観点から見ると、大谷のような優れた選手が、これまでプレイオフに参加したことがないのは、信じがたいことです。 チームは多くのタイトルを獲得してきましたが、大谷をワールドシリーズの優勝トロフィーで頂点に立たせることが大きな目標です。実際、エラ AA でのプレイ期間は、大谷にとって大きな試練でした。このチームは近年強いチームではなく、大谷がエラ AA に残ることを決めたのは、彼の忍耐と忠誠を示していました。大谷の大きな目標は常にプレーオフに参加することであり、今、彼はこの夢を実現するチャンスを手に入れました。 しかし、ファンはドジャースがプレイオフに進む際に完全には安心していません。特に、ピッチャーの不足は今後の試合でチームにさらなる困難をもたらします。現在、ドジャースはチームの主要なピッチャーが相次いで負傷するという困難な状況に直面しています。ドジャースは少なくとも6イニングを投げ切れる主要なピッチャーを欠いており、これはチームにとって大きな挑戦となっています。 直近のポストシーズン15試合で、ドジャースは主要なピッチャーが5イニング以上投げた試合がなく、ロバース監督とチーム全体にとって不安要素となっています。この状況下で、ドジャースのポストシーズンの成否は、ロバース監督が残りのピッチャー陣をどのように管理するかに大きく依存します。グラスノーやライアン・ペピオ、トニー・ゴンソリン、ダスティン・メイ、エメット・シーハンなどが負傷しているものの、ドジャースにはブルペンにいくつかの良い選択肢が残っています。 ドジャースのブルペンは MLB 全体で2番目に多くの投球回数を記録しており、ポストシーズンに入る際の重要な要素となっています。ブルペンの主力ピッチャーであるブルスダー・グラテロル、ブレイクトレイネン、マイケル・コペックは安定した投球を見せており、104マイルの速球で知られるエドガー・エンリケスの加わりも大きな強みです。このブルペンは競合との対戦でドジャースが試合の流れを維持するための決定的な要素となるでしょう。注目すべき点として、 ポストシーズンのスケジュールは、レギュラーシーズンに比べて、休養日が多いことが挙げられます。これにより、デイブ・ロバース監督は、ピッチャーをローテーションさせたり、効果的な戦術を使う機会が増えることになります。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。